はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、上白涼雅です。さあ本日なんですが、このフルアーマードホープレイダンサーというモンスターが、まあ、診断で追加されておりまして、このモンスター結構強いんですよね。これまあ、一応ランク4のモンスターなんですけど、結構簡単にダッシュに行けて、でしかも性能結構高いので、今日はこのカードを活躍させていこうと思ってます。でこれどういう効果を持つかっていうと、ランク4 の、 上に重ねることできちゃうよっていう、で手札から魔法トラップカード捨てねえっていう効果なんですけど、要は手札に引いてる魔法トラップカードを捨てることができちゃうっていうことですね。でこれがまあ何捨ててもいいんですけど、まあ、例えばトリビカルマ捨てるとかね、なんかトランザクションロールバック捨てるとかそういうのでもいいですし、スキューの掛け橋とかああいう墓地効果あるカードね捨ててもいいですし、今回はこのねアーマードエクシーズカードですね、これを捨てるっていう動き、これをしていきたい。まあ、フルアーマードデッキなんでね、フルアーマードフォープレイランサーを出すときにこのフルアーマードエクシーズを捨てて、このフルアーマードエクシーズの墓地効果ですね、墓地のカードを除外してエクシーズモンスターを装備するっていうこの動き、これをしていきたいですね。でこいつの性能が結構、殴る性能になっていて、高校で使っていく感じのモンスターになってくるんですけども、相手フィールドのモンスターが全部500ダウンするよって効果と、あと自分が相手のバトルフェーズ開始時に、相手のフィールド上のモンスターの攻撃表示モンスターの効果が無効化されるよって効果で、このカードの攻撃で相手モンスターを開始するともう一回攻撃できるよっていう効果になってます。だからホープレイランサーにこのフルアーマードエクシーズで装備エクシーズアーマートルピードとかを装備してあげて、2500打点とかしてあげて5000くらいあって、5000で2連打とかできるようになってくるんですよね。これめっちゃ強いんですよ。でしかもバハムートシャーク使うと、ホープレイランサーとあとこのダークナイトランサー、この2体が並ぶんですね。この槍持ち2体が、この槍持ち2体並ぶと、相手のモンスターをこのダークナイトランサーのこの効果で処理した後に装備カード装備されたらなんか素材にできるから、相手のモンスターをね、だから処理した後にさらに5000と3000なんか400とかで殴れて普通にワンキル取れるっていう、この動きがバハムトシャーク1枚からできますんで、これを無視していきたいですね、できれば。で、まあ、このギミックを使うのにあたって水属性レベル4モンスター2体並べたいんで、シャークデッキを持ってきましたと。でシャークデッキは結構ね、今後強化も約束されていて、なかなか熱いテーマとなってますんで、よかったら最後までご覧ください。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。えれ久しぶりにちょっとシャークさんのマジックコンボ使ってんだけどさ、いやこれかぶったら痛いな。やっぱシャークデッキちょっと久しぶりに使うと楽しいですね。まあ、シャークデッキっていうクラゲ先輩デッキでもあるんだけどね。まあ、皆さんオッケーです。ユベラーですね。はい、ユベラーですね。あ、サクリファイスデモンロータスですか。なるほど。いやこれ、いやーそっからはこれ打っていいっすか。開門持ってます。開門持ってると貫通される可能性あるけども、開門持ってたら開門から入る気もするんだよな。ちょ、ワンチャン止まれ。おおま、来た。いや、じゃあまあ一応だ、増字とかうららとかがあるかもしれないってことか。でしかも多分ユベルは入って、持ってない。多分ユベルあったら絶対スピリットオブユベルとか持ってたらだけど、ロータスと融合すると思うから多分だけど、ってことはこれ多分持ってなくてユベルを、ってことは逆に言うと相手で手札、多分手札誘発だわけだね、これね。となってくると、まあとりあえずこうデッドリーフからだな。でデッドリーフ召喚してこうか。さあ通るか。あー、オッケー。でこれとりあえず通っていく。でカッターシャーク墓地を食っていく。でホワイトミラーを発動、カッターシャーク蘇生したいですこれは通していただけます。通していただけないでしょうか。あ、うららですね。わかりました、すいませんでした。了解。まあアベスシャーク引いてるんでまだ手数出ますよ一応。はい、でアベスシャークの効果を発動。水属性がいる場合に特殊召喚できて、デッキから、あー、オッケーオッケー、ジーウララかぶってるパターンね。でウララぶん投げます。これであとの2枚なんだ、ユベルではないんだよな。ユベルモンスターではない、多分ファントムオブユベルが出てくるはずだから、ユベルモンスターだった場合はね。いや、ニビルとかあるかな。ニビルとかありますニビルとかありますかね。でレベル4のモンスター2体でオーバーレイエクシーズ召喚、現れよバームドシャーク。そしてバームドシャークのモンスター効果を発動。バームドシャークのモンスター効果によってオーバーレイン人を一つ使い、現れろエクシーズアーマートルピード。そしてエクシーズアーマートルピードの上に重ねてオーバーレイネットワークを再構築。
ラックアップ、エクシスチェンジ、現れよ、エクシスアーマーフォートレス、効果発動。エクシスアーマーフォートレスの効果によって、アーマードエクシスカードを手札に加えて、さらに、エクシスアーマーフォートレス1体でオーバーネットワークを再構築。ラックアップ、エクシスチェンジ、現れよ、フルアーマード、ダークライトラスト。さらに、オーバーネット再構築。ラックアップ、ランクアップしてね、これ。うおー、一式召喚、フルアーマードホープレイランサー。そして自分の墓地のフルアームエクシーズの効果を発動。このカードの効果により自分の墓地のエクシーズオンスターをホープレイランサーに装備。キュイー、ピロ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 。モンスターが装備された場合、ダークライトランサーの効果、相手のモンスターをパクリバトルベース。うわっつーつーいや、この動き強ない？一撃をして8000打点出るんだが、最強か？いやー、無限法要しか引かん。ちょ、マジ、無限法要しか引かんの。頼む、ちょっと止まってくれ。無限法要で。なんかさっきからさ、割と無限法要一発止まったらなんか、何もできずに連動していくおじさん結構いるんだよな。割とね、これ今もしかして無限法要最強って説ある。うわ、エアホイスターエアホイスターやめてください。でもかがり火とかちょっと引けなくなってるはずなんだよな、このデッキ。まあ打つしかねえか。いや、まあこれっていや、まあ打つしかないかな。打つしかないですかね。一応エアホイスターに無限法要でターベランスまでガメようとか思うと展開力でなんかすごいこと起きるからね。なんかリトルナイトとかなんかいろいろ出てくるかもしれないからね。ちょっと本当にさあ、おー来たさっきからなんか奇跡の無限法要を取ってるだけなんだけど、マジ奇跡の無限法要を取ってるだけで草。ワンフォーワン発動します。ワンフォーワンでクリスタルシャーク、墓地送って、さあレベル1のモンスターを特殊召喚。あ、ハルルオッケー。お前ちょっと手札見せてもらおうか。手札見せてもらおうか。圧倒的に、おいお前モンスター効果使ったな。手札見せろ手札見せろ。おー、なるほど、インパルスだね。これさすがにインパルスだね。アラート、まあインパルスだね。インパルス OK、 ぶっこりた。もうなんもねえよ。じゃあ相手の手札、これなんもない。妖怪魚デッドリーフを召喚、効果発動。これはまあなんでもいいか。ここはまあホワイトミラーのこと考えると、一応カッターシャークとか落としといた方がいいかな。一応今後のことを考えて、はい。でアビスシャーク、アビスシャーク、なんかマジでこれあれだな、なんかさっきとこれ同じ、なんかデジャブかなこの展開なんかさっきと同じ展開な気がするんだけど。でレベル4のモンスターに対してオーバーレンタル構築、エクシューズ召喚、現れろ、未知なトドロキバフムートシャーク。そして未知なトドロキバフムートシャークの効果を発動。オーバーレイユニットを一つ使い、エクストラデッキよりエクシーズアーマートルピードを特殊召喚。そしてトルピード1体でオーバーネットを再構築。うおー、ランクアップ、エクシーズチェンジ、エクシーズアーマーフォートレス、エクシーズアーマーフォートレスのモンスター効果を発動。オーバーレイユニットを一つ使い、アーマードエクシーズカード1枚を手札に加えることができる。さらに自分のもちろんクリスタルシャークのモンスター効果を発動。あ、違う、これ1体増えるわ。これもう1体増えるわ、来た。そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイ。え、レベル5じゃん。うお、ナンバーズ4猛毒使用、ステルスクラーケンあ、これナンバーズモンスターの素材にする場合、3でも4でも使います。そしてうお、ランクアップ、エクシーズチェンジ、フルアーマードダークナイトランサー。さらに未知なる轟き1体でオーバーレイネットワークを再構築、ラックアップ、ランクアップしてエクシーズチェンジ、うおー、フルアーマードホープレイランサー、フルアーマードエクシーズの効果を発動。エクシーズアーマードロップ、これクラゲパイセンにストップしたろムキムキクラゲパイセンにしたろムキムキクラゲパイセン。そしてフルアーマードダークライトランサーをの効果によって相手のエアホイスターをパクる。うおー、バトルベース、うおーっつー強え、マジやばい、この動きクソ強い。これだってクラゲで1除去して1パクリ、でしょ、これ2除去できんじゃん、これめっちゃ強いやん。うわー、このアーマードエクシーズとかいう
か、これが初手に来るのだけマジで許せねえな本当に。だからね、アーマードエクシーズカードを入れることの弊害がここにあって、なんかめっちゃ手札に来ちゃうっていうね、これがうざいんですよねこれめちゃくちゃうざいんですよね。これなんとかしたいなっていう話はあります正直。はい、ナイトメアスロンどうぞ。ファントムベル全然出てこんけど大丈夫か。ガイストーチゴーレムだと何強いよ。ガイストーチゴーレムはこれ、まあ、ほぼ誰も採用しないと言われている最強モンスターですね。これにあの自爆特攻してイベルはあのでダメージを稼ぐんで、基本的にはなんかあんま見たことない展開だな。これコーディネラル、なるほど、コーディネラル、なるほど。龍一これなんかあれだね、送りつけようとしてるなんかいやなんか最初普通にライトミアスローンから入ってたから、なんか普通にイベルできたと思ってたんだけど、これもしかしてなんだけど、これ何かを送りつけようとしてます。先生トップシェア、これで3枚ドローするってことでしょ。つまりなんか分からんけどヴァンパイア、なるほど、ジアンデとヴァンパイア OK、 ジアンデとヴァンパイア OK で、これデッキトップ、どういうこと、ヤジロベーダーじゃん。じゃあヤジロベーダーが送られて特殊召喚ってこと出ましたヤジロベーダー、いらない、何これ、どういうこと、ちょ分かんねえけど、どういうことだこれ。なんかよくわからないモンスターが送りつけられました。ヤジロベーダーはちなみにモンスターが出るとなんか移動してなんかその出てきた方にで、その縦列のカード全部破壊しますよみたいな効果なんですけど、相手のフィールド上にモンスターが特殊化されるとなんかすでに反応してなんかどんどん移動するんですよね。これなんかめっちゃ移動してきためちゃくちゃ移動してきた。でカガリの効果が発動する謎のイーグルブースター、イーグルブースターはエクストラモンスターゾーンのカードになんかあの耐性を付与するっていう効果ですね。でヤジロベーダーの効果で今横に行く、なんか反復横跳び始まりました。ヤジロベーダーの一体が何がしたいんでしょうか。彼はよくわかりません。ペインゲイナーわかんねえ、何してんのこれ、何がしたいの。ランクアップ、アージェントカオスフォース、なれこれはランクをなんか1個上げるんだっけ、なれ、ダメですよヤジロベーダーさん、そんなことしたらカオスイマジナリーナンバーズが出てきちゃうじゃん、やばいいやでもあいつに耐性はない、あいつに耐性はない。こっちのターンになるとなんか打点が10万になるというガチでやばい方だけど、10万ポイントアップして特殊召喚された次のターンより攻撃可能な相手モンスター攻撃しなきゃならないと、で戦闘を行っていない相手ターン終了者自分はデュエルに勝利すると。なるほどね、まあ、多分耐性はないから、耐性はない、耐性はないから、あそういうことか、あだからイーグルブースター持ってきたのこれ。えあやばい、やっばえもしかしてだけどこれ何の効果も受けない10万打点出ちゃいました。このターンヌメロニアスと戦闘しないと結局負けなんですよね20万ポイントの攻撃力出せってこと、ユーマくんみたいに、いや無理でしょ、シャークさんのマジックコンボいくら使っても20万ポイント無理やて、無理やろこれ、抜けないって。まあ潔く殴るかこの相手の天才デッキにひれ伏してちょっと殴るかも。くそーちくしょう、10万ポイント強すぎー9万800ポイントでダメージでかすぎるっぴ。